皆さんこんにちは。速稼塾の久保です。先日はイリュージョンセミナー2にご来場いただきまして誠にありがとうございます。で、イリュージョンセミナー非常にね長い時間お疲れだったと思うんですけども、終了してなお懇親会の方へですね、まあほぼ全員と言ってもいいのかなと思うぐらいの方が参加していただきました。非常にですね、感謝しております。で、この縁をいただいた吉谷社長、そして事前に連絡をくださった方、前々から付き合いのある方、一人一人の方ですね、ご来場いただいた方、そして残念ながらこの日にはどうしても行けないんだけども、どうしても行けないんだけども、ぜひですね、次回があるようでしたら万全の調整をしたいと連絡をくださった多数の方、本当にありがとうございます。私はいつも人生っていうのは出会いの連続だなと思います。そして悲しいことに出会った数と全く同じ数分かれていかなければならないという運命も背負ってると思います。でも人と人が出会い別れた後にですね、何が残るのかなと、どんなものが振り返って自分の人生を積み重ねてくれたのかなと思うとですね、一つのキーワードにぶち当たることができました。それがですね、前々から吉谷社長がメッセージとして強く皆さんに伝えてくださってる心なんですね。人と人が出会って別れていってしまえば、その後には何も残らないような気がするんですけども、確実にそこには心が残ってるんですよ。心が残っている。非常に不思議なのは、人は出会えなくなったと思った時にその人を惜しんだり、思い出したり、懐かしがったりすると。それが非常に大きな宝だったということを気づくんですね。もう失った人っていうのは、どんなにお金を積んでも出会えません。どんなに世界中を探してもいません。死んでしまえば、もうなおのことです。でも不思議なことにですね、皆さんにも経験があるんですけども、人っていうのは大事な人、例えばですね、先に死んでしまう例で言ったら、おじいちゃんやおばあちゃんとか、まあもしかしたらお父さんやお母さんかもしれませんけども、そういう方って亡くなった後の方が強くあなたにメッセージを向けてくれていませんか。あの人だったらどうしたかなと、おじいちゃんだったらどういうふうに言ったかなと、これが親父だったらぶん殴られてたかなと、その時にあなたはその人と一緒にいるということになるんだと思うんですよ。あなたの体内の中に、あなたの心の中にまさにその方が住み始めたということなんですよね。これが何を意味しているかというと、そして何を言いたいかというと、人っていうのは別れてから心に気づくのではなくて、いる時にですね、我々は気づいていかなければならないし、お互いの心を取り出していかなければならないかなと思うんですよ。これがイリュージョンセミナーですね、お礼とまとめに全くならないやないかと聞こえるかもしれません。なぜならイリュージョンセミナーっていうのはもう稼ぐための手法を知りたいんだと、今もうお金苦しんでると、借金だらけなんだと、突破口もう未来が見えないんだと、だからちょっとなんとか短期間で稼ぐ方法教えてくださいよということだと思ったら、いうことだと思うんですよ。でも私は今日稼ぐ方法なんてのはもう一言もお話しません。それね、簡単なんですよ。なぜ稼げないかと。自分は使わずにもらえるものだけもらおうと。この気持ちは稼げないんですよ。広く客観的に世の中見てください。多くの人がたくさんのものを欲しがって、欲しがった中から少しだけお返ししようというね。10個もらったら1返そうという精神なんですよ。残念ながらそうなんですよ。それではですね、この国はどうなると、この世の中はどうなるかってことを考えてみてください。逆にですね、1をいただいたら10返そうっていう人で溢れていたら、どうなりますか？どういうふうになっていきますか？みんな豊かになっていきますよね。これが心なんですよ。出会った時に、この人自分に何をしてくれるかな、ではないんですよ。この人のために尽くせる部分は、何なのかなと。
この人を支えていける自分はあるのかなと、自分の中で自分の心を取り出していって、お会いした方の中の心を捉えていく、包んでいくと。これが私は温かさだと思うんですよね。このここにも書いてあるんですけども、心温かきは万能なりと。心が温かければ何でもできますよということなんですよ。これは単なる概念ではなくて本当にそうなんですよ。いつも自分がですね、ギリギリで余裕がなくて、そして失うことを恐れていたら、会う人会う人に対してあなたの気持ちはどうなるでしょうか。冷たくなっていってしまうか、殺伐となってしまうか、挨拶をするのすら損をしているような気がしたりとか。エレベーターに乗ってみてください。あなたが乗りますよね。他の見知らぬ方が乗ります。そこであなたは会話が生まれていますか、心が生まれていますか。ただみんな一様にですね、スマートフォンをいじるか、エレベーターの表示板1階2階3階と切り替わっていくのをじっと眺めているだけで、そのわずかエレベーターの中で起きた数十秒のことをですね、人生の中から全く無駄な時間にしていませんか。ここからも心は取り出せます。取り出せるんですよ。何回行かれますかと。寒くなりましたねと。荷物重そうですねと。いや今日ですね、私はちょっと寝坊してしまって、寝坊して遅れた結果このエレベーターに乗ったらあなたと出会ったところに運命を感じますと。まあちょっと変なやつだなと思われるかもしれませんけども、思われてください。変なんですから。変ですよね。この動画を見てる皆さんも変なんですよ。変ですよね。幼い頃は今の年代、自分の幼い頃、今の自分をとても素晴らしい人になると想像していませんでしたか。変ですよね。自分は最良の選択を重ねて、世のため、人のためになるために生きてきた、学習してきたはずなのに、そうなってないと。誰かに言えない秘密ができたり、誰かに迷惑をかけたことを後悔していたり、振り返って恥ずかしいことばかりだったり、未来に希望が持てなかったりと。変ですよね。変なんですよ。その変さをあなたは受け取っていないんです。自分自身のおかしさを受け取れてないんですよね。ここにですね、あなたの鍵のかけ間違いあるんですよ。もう自分がですね、誰かより優れているとか、世の中の平均値だとか、まあどこそこだ、何点だ、こういうことをいつもあなたは心の中に思っていますけども、我々は水のような存在です。水ですよね。水なんですよ。これちょっと分かりにくいと思うんで、ここだけ説明して今日の動画を終わります。こう地球がありますよね。地球には水がありますと。水というのは深さがみんな違うんですよ。ただ表面は一緒です。表面は一緒なんですが、深さはみんな違うんですよ。深いものがあったり、浅いものがあったり、薄っぺらい水たまりがあったりですね、深い深海があったり。これはですね、水の深さが少ないから悪いとか、深すぎるから良いとか、そういうものではないんですよ。何を表しているかというと、我々は見た目は同じように見えますけども、その深さ、ここに違いがあるんですよ。で、違いがあっていいんですよ。自分よりも深いから、自分よりも浅いからといって、あなたがあなたの基準で評価するからうまくいかないんですよ。異なっていていいんですよ。異なるから素晴らしいんですよ。違いを認めて受け取ってあげる、それが心なんですよね。自分はあの人よりも堂々だから引き目を感じるなとか、自分はあの人よりもこうだからもしかしたらちょっと偉いんじゃないかなと安心しちゃうなとか、そうではないですよ。我々ですね、100年経ったらもう誰もいなくなります。私もいなくなります。この動画も多分なくなるでしょう。誰も見ないでしょう。100年経つと何にもなくなります。ただ最初の話に戻りますけども、いなくなっても心は残っていくんですよ。いや、残していきましょう。前の世代の方がこんなことを教えてくれたなと、誰かは分かんないけどもこの心だけは残っているよねと。ここなんですよ。あなたは自分の名前とか自分の功績を残すことを焦ってですね、心が脇役になってしまったんですけども、我々はどちらかというと心が主で、自分自身は銃、
この主従の関係になるんですよね。我々は心のままに生きていくことで素直に生きていくことができます。まさにその通りです。心のままに、こうだったらいいのにな、世の中こうなればいいのにな、の次にデモを入れてはならないんですよ。やってくださいと、心が感じたままに生きていただきたいと思います。これが今回イリュージョンセミナー2に参加してくださった皆さんへの私の本当に伝えたかったことです。心をですね、心をしっかり見つめて、その心の感じるままに生きていきましょう。自分の損得というのは単なる後天的な学習が生み出した幻想です。借金が2000万あろうが3000万あろうが、あなたは今日生きて笑って泣いて食べているんですよ。そしてこの動画を見ています。何も思い煩うことはありません。心温かく、心温かくいれば全てが万能なんですね。今日はですね、普段と違ったしっかりとした話し方で、なんだこれはと、急にどうしたんだと思われた方もいるかもしれませんけども、実はですね、私のマスターマインドは、まさにあなたのマインドをあなたが操れるようにするコースでございます。こういうことがカリキュラムで続いていきます。で、ぜひですね、これから人生を変えたいと思う方、自分の理想に近づきたいという、で頑張ってらっしゃる方、それはそれでいいかと思います。ただですね、忘れてほしくないのは、我々は心があって生かされていることと、どんな富を築いてもそれは残らないと、心だけは千年二千年と残っていくんですよね。まあそういうことでですね、イリュージョンセミナー本当ありがとうございました。今日はこんな形の動画になってしまいましたけども、吉谷さんはじめですね、参加された一人一人の胸の中に、あのイリュージョンセミナーの、まあ、一緒に過ごしたですね、あの瞬間の一部でもあなたの心にちょっとお邪魔させていただいて、これからの人生を共に過ごさせていただければと思います。はい、ではちょっと理屈っぽくなりましたけどもね、今日もありがとうございました。ではまたお会いしましょう。イリュージョンセミナー3はまたお知らせします。